ここは変電所前ポイントになります。地形を大きく見た感じですと大きなワンドになっている地形になっています。大きなワンドなんですが、割と岸近くから深くなっているワンドかと思います。ですのでシャットですとかジャークベイトみたいなルアーでこう広く探っていったりするとフィーリングに上がってきたバスが釣れたりする、そんなポイントになっていると思います。春はやっぱりスポーニングエリアになりやすい場所じゃないかなと思います。